まあ、当ててくれないだろうから、懲役10年ですかっつって、ね、その前に官邸から締め出されるでしょうね。そうですよね。でもこれ本当に大変なところに来ましたね。つまりこの後、これまではなんとか原発の情報出てましたけど、もう出ないんじゃないですか。秘密保護法がもし本当に成立してしまうと、はい、原子力の情報というのはこれまでも出なかったけれども、はい、ますます出なくなるんでしょうね。ますます出なくなる、はい、アメリカとの間で二人三脚でやってることがこれからも拡大していく基調ですし、はい、世界に売りつけていくことも含めて、はい、でこれがますます全部秘密秘密秘密になって、それはもう本当に出さない強い壁ができてしまう。リークもなくなりますよね。リークしたらだって10年になってしまうわけですから、簡単にはリークもできなくなるでしょう、まあ、今までだってリークなんかできなかったし、これからはますますできなくなるということでしょうね。なんかこれで締めたいんですけど、一言希望の一言何かあったら聞かせてください。ただまあ福島の苦難のどん底に落とされた人たちだって、今でもくじけずに戦おうとしている人たちがいらっしゃるわけだし、まあ全国でそれを支えようとしている人たちだって、まあいるわけですから、希望がないわけではないと思います。こうした法案を通してから後で何とかしようなんて思っているのはまずいですね。そうですね。ね、なんとか秋の国会に出るそうですから、まあ今の国会の構成状況から言うと。